タレントのフワちゃんの暴言騒動は収まる気配もない。フワちゃんはお笑い芸人のヤスコに謝罪、ヤスコもそれを受け入れたというが、うっかりでは済まされない暴言を吐いたフワちゃんに厳しい声が出るのは仕方がないとしても、なぜかフワちゃんと親しいことで有名な芸能人の SNS にも批判的な書き込みが相次いでいる。差し原り乃とアンミカ52 特にフワちゃんの親友として知られる指原さんのインスタグラムがあれ模様です。最新の投稿についたコメント数は7日現在で570件を超える。ほとんどが今回のフワちゃんに関する内容でフワちゃんと一緒に陰で悪口言ってたんだろう。るは友を呼ぶなど誹謗中傷のような内容のものが多いですねと話すのは芸能ライターのエリザベス松本氏だ。 一方、アンミカのインスタグラムにも騒動に対してのコメントが多く書き込まれた。アンミカはそのうちの一つにご心配をおかけします。すみません。いつも厳しく伝えているのですが、力不足ですみません。本当に、今回のことは強く相手を傷つける想像力の足りない稚説すぎる言動です。誠心誠意、謝罪したいとのことです、心から反省し、 他者への想像力を持った思いやりを持てるようになり、言動が根っこから変わることを願っています。それまでしっかり伝え続けますと返信したが、現在はこのコメントを削除したようだ。安子ちゃんのケアをしてあげてなどと、アンミカさんにそれを言われてもというような冷ややかな内容のコメントもあります。誹謗中傷コメントが相次ぐ指原さんのメンタルも心配ですが、 やはり一番心配なのはやす子さんのメンタルなかなか穏やかな心には戻れないはずなのに24時間テレビのランナーはあまりに酷ではないかと外野ながら気をもんでしまいますマラソンについてはこの酷暑でやるべきでないと反対する声が圧倒的今年の日本テレビ系24時間テレビ47のチャリティーマラソンランナーに選ばれたやす子だが 前代未聞の酷暑もあり、走ったりして、大丈夫なのと中止を求める声が以前から出ていた。この暑さで走り続けるのには、体力はもちろん、精神面の安定も絶対に必要。安子さんはいろんな思いがありそれを背負って、走りたいのでしょうけど、マラソンランナー発表時の記事で、安子さんが言っていない、アンチという言葉を使われたことで、プチ炎上もしている。 マラソンについてはこの国書でやるべきでないと反対する声が圧倒的そこに今回のフワちゃんの暴言テレビの前の視聴者は感動するというよりはただただやす子さんが心配でヒヤヒヤするばかりとならなければいいのですがとはいえその分注目度は高まるそう単純な話では済まされなさそうだやす子さんのファンがフワちゃんはさておき 中の良い芸能人まで巻き込んで、誹謗中傷、追い詰めるようなことをしたら、不毛な議論になって、どっちもどっちとなりかねない。単に騒動は面白がっているだけのネット民が、安子さんの自衛隊時代のパワハラ疑惑などを、蒸し返して、泥沼の誹謗中傷合戦になっていくかもしれません。一連の騒動が長引けば長引くほど、安子さんはますます精神的に、 不安定になっていくでしょう心身ともに24時間マラソンを走れる状態をキープできるかどうか以下はネットユーザーの反応をまとめたものですあの高校野球でさえ二部制を導入するほどに炎天下でのスポーツは困難な時代になっている富士の場合は芸能人たちによるイベントとしてのレースだから危険もあり 日テレの場合は危険どころか翌日のゴールデンにゴールっていう暗黙の了解も守らなきゃならないそもそもなぜマラソンしなきゃいけないのか頑張ってる姿を見せたいなら来年以降は日テレのアナが走っても良いのでは安子さんとしてはフワちゃんより24時間マラソンに集中したいところだろうね今更中止なんかは絶対ないだろうし まずはもらってる仕事を全身全霊こなすのみでしょうそしてマラソン後はさらに仕事が増えるだろうからキャラやネタ作りに集中でフワちゃんの誤爆とか相手にしてる暇なさそうあまり周りが騒ぐとそれをなだめるためにフワちゃんの件をス子さんは相手にしなくてはいけなくなるのでもうそっとしておけばよいのではメンタルも経歴を知ると 私たち一般人よりずっと強靭だろうし、ファンの方は、心配するより応援する方向に向く方が、安子さんはもっと勇気づけられると思いますけどね。許す許さないは、当人同士が決めることですし。テレビというのは、芸人や俳優等の仕事の場所でもあるが、一番の目的は視聴者が楽しまなければならない。そこに、見たくないタレントランキングや批判されているタレント等を、 起用し続けるテレビ局もどうかと思うだから視聴者から人気のない方が少しでも番組に移るとチャンネルを変えられ嫌悪感が高まり批判されテレビ離れが加速するテレビ局は視聴者からの需要をうまく捉えず独断の考えで供給するのが良くないと思っているとにかくいろんな因果からなのかわからないけどやはり安子さんは走らない方がいいのかも 何か起きてからではなくて何か起きそうで仕方ありません。体は我慢できますが心は気づいた時には遅いです。不破さんのことは天からの最終警告なのではないでしょうか。やめる勇気もあると思います。芸能界の中で親友ってそんなにいないと思います。広告の仕事を長くやってたので私も芸能人とは仕事で知り合い。 その後プライベートでも長く付き合いがありますが芸能人同士の深い付き合いはあまり聞いたことがない大半がメディアがそういうシチュエーションを売り出しのために作っている方が多いですフワちゃん本人は操作ミスと言っているけどそれは嘘と私は思うよ安子さんフワちゃんを本当に許したのかな私は、 フワちゃんより、やすこさん、きじに、いっぱいテレビに、出てほしい。フワちゃんのことは、本人のためでもあるから、許したら、ダメですよ。私が、言うことでは、ないけどね。頑張って、やすこさん。本人は、操作ミスで投稿してしまったと言っていますが、極端に言えば、それが発生しない本心だったということになります。 キャラクターと元の自分が一致していたことが明らかになっただけです。反省して謝罪したと言っても、相手の心を傷つけたことは簡単に消えるものではない。安子さんの性格上になりますが、この件に関して飛び火をして、誹謗中傷が広がってしまうと、安子さんは心を痛めてしまうのではないでしょうか。この件は私も謝罪はあったようですが、 相手の方を許す気にはなれません。しかし、誹謗中傷は違うと思うし、まずはやすこさんを気遣う方が優先だと思います。子供は中学の運動部ですが、前日に翌日の予想気温を見て、休みになることがあります。この夏は正午前後の時間の活動は全面中止です。こんな状況の夏の日本で24時間マラソンなんて、馬鹿げていると思いますね。 あの番組って公にはチャリティ番組ということになってるんですよね。多くの反対の声を押し切って、ランナーを死の危険にさらす行為を推し進めておきながら募金を呼びかけるんですね。本当に馬鹿らしい。マラソンは今回から本当に中止にした方が良いと思います。とはいえ、タレントにとってランナーの決定は注目を集めるチャンスでもありますから、 安子さんには別の形で活躍の場が用意されると良いなと思います。